これ有利ねただルークって下段ないんですよこれ実はここのタクコアコパしかなくて下段が結構ね他のキャラ中足で滑ってプラス取れたりとか中足中パンとかつながるんだけどルークは結構そこのフレームが悪くて 下段タグが弱いまあそれ以外の部分が結構強いんだけど、ね、おお早いね攻略これはインパクトこれね結構読み合い回ってますこれパンクは結構よくてこれインパクト打ってるんですよダッシュドライブラッシュに対してただこれがちょっとどっちかは分からん、あのー、パンクが何を思ったのか というのはあのー、見間違えるんですよ結構インパクトとドライブラッシュ見間違えてあ光ったって思ってインパクトやるとラッシュで下があるんですけどこれがそのど,どっちかは分からんただ、えー、とこのドライブラッシュに対してインパクトは結構選択としてはありで。 これ中断に勝てるんですよ。ドライブラッシュから中断ってやってきたときに、ドライブラッシュは勝てるんで。はい、三井さんありがとうございます。ベータ外れたから視線まだ理解できなくてむずいよ。俺が全部教えてやるよ。ベータ版の知識は。そう。だから、ラッシュ中断読みのインパクトにも見えるし、インパクトを間違えてのインパクトにも見えるから、 この辺は結構分かんない。ただまあ、ネフィーがあの状況でインパクト中断するリスクはそんなにないから。だらネフィーもそれを読んでのも投げとか、ただネフィーがインパクトを見ての投げっていうよりは、ただの崩しのラッシュ投げだと。今の。桃地、スカウターだと。だからお互いが、まだそこの読み合いまではってい。 てないとは思う。中段を読んでのインパクト、インパクトを見ての投げっていうよりは、ちょっと待ってこれ、ね、ちょっと待って、飛ばしてね。えどこまで？はい。モモチズアイでは今の攻防はお互いがインパクト見間違えのインパクトにただラッシュ投げをしただけだと。前捨て投げよりはいいですね。この距離前捨て投げ届かない。は まあでも、ジュリ結構ダッシュ長いから届くから。ドライブラッシュの方が早いっす。えっと、ドライブラッシュって、今パリーダッシュじゃないですか。パリーの3フレ、パリーの4フレ目をドライブラッシュでキャンセルできるんですよ。で、ドライブラッシュの7フレ目を最速で技でキャンセルできるんですなんで、 えっと三三フレプラスちょっと待ってフレームがどっからだ1 2三 3, 3フレパリ出して四フレ目からラッシュがスタートして四五六ちょっと待って三 <laughs> フレからキャンセルして四五六七八九十十フレ十フレ目から通常技でキャン通常技から投げでキャンセルできるんででこっから一二三四五 なんで、15フレで最速で投げれる。でも、前ダッシュから投げだと、まあ、前ダッシュが、まあ、仮に15。スト5で言うと、一番速いキャラで15じゃないですか。で、15プラス5だと20フレかかるんで、あの、ダッシュ投げよりも速いっす。あの、パリーラッシュ投げは。で、もっと言うと、パリーラッシュ、緑に光ったって認識してからの投げは、さっき言った最初の3フレはないから、 えと12フレでで飛んでくるからその緑に光る分反応しやすいけどとはいえそのも12フレで飛んでくるんでなんで、まあ、今の攻防とかはどうですかねそのインパクト見てからインパクトやろうとしてるのにドライブラッシュを見てからっていう意味だと結構それよりはもうちょいシンプルな。 今のはインパクト見てから投げたっていうよりはただただダッシュ投げの上位互換の感覚で投げに行ったところにパンクは反応してインパクトやってたけどっていう感じだからだからもちろんレベル高いんだけどいろいろ読み合いを見るとまだそのめちゃくちゃ先に行ってる感じはしないと思ここう。 中ナックルあー大これねもう中ナックルだったらタックル締めがいいですダメージ変わんないから大ナックル置き攻めつかないんでかまあ一ゲーム使っていいかなこの状況このあとラッシュ立ち台パンため中ナックルじゃあ弱ナックルコンボとか入るからルークは結構。 やったから分からるここもねここも EX 使っていいと思うけどねコパ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  EX 大勝負で大将それは置き攻めできるからいやでもこれねでも正解はないんですよドライブゲージの使い方に多分これすごいやっぱ面白い6の一番面白いところだとドライブゲージ あ,あこれこれいいっすねこれこれねドライブラッシュ見てからこれただちなみにネフーがねそんな完璧じゃないんですよこれ今パリ見えてるじゃんわかるちょっと細くりするか細くりってどうやるのこれちょもうちょいそうえっ、ー、とねパリをキャンセルするんですけどさっき言ったけど3フレ目でできるんですよキャンセルをこれかなりかかってる 多分今、死にしてる感じ、7フレぐらいかかってるね。キャンセルまでが。も,うもっとかかってるか,なだから。最速じゃないんですよ。で、そこで、パリーの部分で今見切られてる。パリーをして。だからパンクは、あの、パリーを見てから、 だ前ダッシュするときにさ、ピクピクってやったら反応できるって言ったじゃん。だからレバーレスの前ダッシュが止めれないのは予備動作がないからって言ったけど、このパリーキャンセルもちゃんと最速キャンセルすると止められづらいから、かなり大事。はい。こっから。これ1フレーム目、ね。1、2、3、4。 いや違うこ,えこ,えこっからかいや違うな。ちょっと待って。パリー。いや、ここ、ここ、さここ、だからここだ。ここでかけれるんですよ。これ4フレーム。あ、なるほど。こういう風になってたんだ。いや、合ってる合ってる。だから4フレームでかけるの合ってるわ。1、2、3。ここは予備動作なんですよ。パリーをしてから。で、4フレームでピカーンって光るじゃん。ここ、ここをキャンセルできる。この瞬間。ここを4フレームキャンセルできるんで。 で今のここね123ここはキャンセルできないなんでこの間に前ダッシュを仕込んでおくとかまあ4フレームで成立したらここで出るなんでこれ今4じゃん456789101112これ出てんのか12出てそうや1213 ちょっとこれダッシュのモーションがどっから入っいやここでも入ってんのか直面これのモーションがちょっとわかんないから何フレ目でできてんのかがちょっとわかんないけどドライブラッシュが1フレ目から光るのかがちょっとっ正確なことがちょっとわかんないからこれが何フレで実際できてんのかわかんないけどただまあ最速ではできてないんで緑からだとしたら12フレ目からになってるからまあめちゃくちゃ反応しやすい。 さあここは使わずむずいねーこことかのなどうなんだろうな最適むずいむずいねむずいとこ 非常にむずい正解ちょっと今パッとわからんなというかないな多分結果論にしかならなそうだこういうのはいいよねなんか大体もうね強っ決まってるんだけど選択肢が多い分正解がないという答えがないというの